これらのことを話したのは、これからどんなことが起こってもあなた方がくじけないためです。街道から追放され、命まで付け狙われる身になることを覚悟しなさい。事実、あなた方を殺すことで神への奉仕を果たすのだと、人々がとんでもない思い違いをする時が来ます。父をも私をも知らない人々のやりそうなことです。いいですか、この警告をしっかり心に留めておきなさい。迫害が現実に起きた時、慌てふためかないで済むようにしなさい。今までこんなことを言わなかったのは、しばらくの間でも一緒にいてあげられたからです。しかし今私は、私をお使わしになった方のもとに行かなければなりません。それでもあなた方は、私が何のためにそこへ行くのか知りたくないようです。誰一人どこに行くのか尋ねもしません。かえって私の話を聞いて悲しみに心が満ちています。しかし私が行くことは、あなた方にとって一番良いことなのです。私が行かなければ、助けてである精霊はおいでになりません。行けば必ずおいでになります。それというのも、私がその方を使わすからです。その方が来られると、世の人に誤りを認めさせます。罪、心の正しさ、神との正しい関係、裁きからの救いについて、人々は考え違いをしているのです。まず、罪とは私を信じないことです。正しい心を持ち、神と正しい関係を結べるのは、私が父のもとに行き、もはや私を見なくなるからです。裁きから救われるのは、この世の支配者がすでに裁かれたからです。ああ、話しておきたいことはまだまだたくさんあります。それなのに、今のあなた方には理解できないことばかりです。しかし、真理である聖霊が来られます。その方の指導を受けて、あなた方もいつか全ての真理を知るのです。聖霊は自分の考えを述べたりしません。ただ、聞くままを伝え、やがて起こることについても話します。また、私の栄光を示すことによって、私に大きな栄誉を与えます。父の栄光は皆私の栄光です。だから、聖霊が私の栄光を示すと言ったのです。